はい皆さんこんにちは今日はちょっと GPT 図のお話をします GPT 図といっても音楽の時間を計算するという変わった GPT 図ですそのお話の前にちょっとご紹介をさせてください今僕の方では SnowAI という音楽生成 AI に力を入れてるんですけれどもそこで SnowAI クリエイターズクラブいう というのをやりかけましてまだ2週間ぐらいなんですけれどもとてもたくさんの方が注目してくれて全くお友達でもなかったような人たちがたくさん来ていただいてですね僕の YouTube でその AI で作った動画を公開させていただくお手伝いをしていますなぜかというと YouTube って皆さんもご存知の通りなかなか見てくれませんよね でも僕のチャンネルはおかげさまで2つチャンネルがありましてどちらも収益化になるほどのチャンネル登録者さんがおられますメインの方のチャンネルの方は今8000人ぐらいでしてサブの方は始めたばかりなんですけれども千数百人になっています今後は今 AI 初心者教習所の方で 聴いてくれてる方で音楽の話題が欲しいと思ってくれてるようなユーザーさんは概要欄のところから僕のメインチャンネルの方をご紹介していますのでできましたらそちらの方にですね皆さんと一緒にコラララボしたたのライブラリーがたくささんん出てきてきいます皆さんとっても上手に曲を作ってくれていまして自分のチャンネルではなかなか 100人を見てもらうっていうことは難しいんですけれども僕の方のチャンネルではまずはどんな方でも1日2日で100というラインをクリアしてもらえるということもありまして参加してくれてるメンバーさんはとっても喜んでくれて今お互い勉強になる交流が始まりかけていますですから音楽に関心のある方は できましたらメインチャンネルの方が音楽の話題が多いですのでそちらの方もチャンネル登録などをしていただけるとありがたく思います冒頭にスノー AI クリエイタークラブのお話とメインチャンネルの方が音楽の話題が多くスノー AI のライブラリーなんかも充実してきているというお知らせをさせていただきました長くなりましたが今日の 本来のお話に行きたいと思います。今ですね、スタジオワンという DAW が立ち上がっていますけれども、この28小節の先頭の部分を見てください。この部分がちょっとずれていますよね。本来はここにあるべきです。スタジオワンはこの オーディオのクオンタイズとかそういうのにとても優秀な能力を持っていてですね。この今画面はオーディオでクオンタイズしたんですけれども、でもこのぐらいだけずれていた。こういうことなんですね。このぐらいって、ここでまず一泊ですね。28小節の一泊、ここ2泊。 三拍という風うになって、ここまた29小節というのが始まるわけですけれども、この短い誤差っていうのは 0. 点何秒ぐらいなのかなというようなことが分かりたい時があります。多くの方はそんなとこ興味ないよというところなんですけれども、でもちょっと今日は僕の話に耳を貸してください。どのぐらいずれてて、そしてこれが許容範囲なのか、 このぐらいだったらほとんどずれて聞こえないのか、ここまで来たら、ドゥルンと2つの音に聞こえるのか、やはりきっちりないといけないのかというのは、この曲の BPM にもよります。BPM、いわゆる速さがゆっくりだったら、ちょっとした誤差でも、ドゥルン、ドゥルンとなってしまいます。ちょっと大げさにやりましたけれども、これが、 早い感じのアップテンポ、パッ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 と、こんなような早いテンポでしたら、このぐらいの誤差は、ほぼ聞こえないぐらい、という風になるでしょう。それを、スタジオワンの方では、ここに秒表示もできます。ここでルーラーというのを出すと、このようにルーラーができるんですけれども、これは先頭から来てますので、 ここをよく見ると49秒となってるんですね。49秒だけど細かいところはここでわからないじゃないですか。起点というのができていないからですね。もちろんここを起点にすることはできます。ここでカーソルを持ってきて右クリックするとタイムオフセットをカーソルに設定というこういうメニューがあるんですね。そしたらここが0になるんです。 ゼロになるんですけど、でもこのメモリって見にくいじゃないですか。そしてこれが正確なところってわかりにくいですよね。これをちょっとグループのメンバーさんに解説するときに、例えば、ここになれば、ここで四分音符ですから、ここで八分音符。八分音符分ずれてますよ、というような話をするときに、八分音符って何秒ですかと。 いうような説明をしたかったんです。そこで、これ電卓で計算するのも大変だなと思いまして、じゃあ GPT 図を作ろうというふうに思ったんです。そしてこれがそんな計算だけじゃなく高機能になりましたので、今日はご紹介をしたいということです。じゃあやってみましょう。これは海外でも使ってもらえるようにタイトルの方は bpm and ms これはミリセカンドですねコンバージョンミュージックタイムマネージャーとなっています大きく分けて2つの機能があるんですねじゃあここでですね bpm 値を入力とかいうこのボタンを押していただいてもいいんですがもう簡単にですね例えば132というような bpm だったとしますよねそしたらこういうふうに 132とだけ打ってプロンプトを送ってください。はい。ここからいろんな計算をしてくれます。下の方はおまけというかですね、ワープロに貼りたい時とかに綺麗な表になってた方が見栄えがいいですよね。ですからこうなっただけでですね、この上と下の表は全く同じものです。132bpm で 一小節だったら、ここの秒で見たらわかりますように、1.818ということです。これが64分音符になったらですね、28ミリぐらいになるということで、小数点2位まで計算していますけれども、2 8カンド、こういう風うになるということで、計算ができるわけですね。16分音符だったら113ミリ、0 1ミリ。 1> 1 1ここ四捨五入で4となっていますけれどもこのように時間がわかるんですこれでおおむねの一小節の中にあるいろんな音符の時間というのがわかるということですいやーそんな難しいことは僕には関係ないよという方もおられると思いますじゃあこれだけだったらですね皆さんに使ってもらえないというふうに考えまして もっと便利なものを一緒にですね、この一つの機能の中でやっています。例えば、ニューチャットにします。ここに楽曲の総時間の試算表というのがあります。これを押してください。楽曲企画の計画を進めましょうと。まず、以下の2つの質問に答えてくださいというふうに質問来ています。まだ皆さんにこれ何するものかというお話をしていませんでしたが、 これはですね、自分が何分の曲作りたいなと思った時に、どのぐらいの速さでやれば、イントロを何小節、バースを何小節、コーラスを何小節とかいう風にやれば、だいたい3分何秒の楽曲になりますよという、だいたいの目安というのが見れるというソフトなんです。 ちょょっっとやってみましょう。何分の曲を作りたいですかということなんで3分だったら180秒ですよね。だから200秒ぐらいの曲を作りましょうその時にいろんな答え方ができます何分何秒もできますしそれを転んで区切ったようにとか秒で指定もできます。ですから今回は3分ちょっとの曲作りたいので。 200秒というふうにしましょう。そうしまして、曲のスピードはということで慣れてる方だったら、だいたい 100BPM ってどんな感じの音楽かな。150まで行ったらかなりアップテンポだな。そういうのはわかると思うんですが、一般の人はわかりにくいと思いますので、ゆっくり普通アップビート。 これ、現実は70、120、150ぐらいで計算してくれるようになってるんですけれども、わかる方も多いと思いますので、これで 126BPM と。こうしましょう。ここに単位とか書いていませんが、GPT は賢いですので、ちゃんと200秒で 126BPM ということがわかります。そして送ります。ありがとうございます。200秒の長さで 百二十六 bpm の速さで曲を作成する計画を立ててくれます。今ですね、Python でプログラムを組んでくれています。そして、計算式を考えてくれています。はい、回答が出ました。二百秒の長さで百二十六 bpm の曲を作成すると、およそ百五小節分になります。と、次に、この曲の構成の提案を教えてくれますと。 合計タイム200秒で作るというときは、こんなような構成で作ったらいけますよと。イントロ4小節、バース16小節、プレコーラスは8小節、コーラスが16小節、またバースには16小節とかいうふうにですね、ちゃんとある程度音楽理論にもかなったような、 皆さんもご存知かと思いますけど、大体は8小節、その倍の16小節とか、まあ時には12小節が来たり、2の倍数でセクションの小節数を決めることが現代ポップスとかは多いですよね。そんなルールに大体は基づいています。でも、例えばこのように出てくれて、いろんなこの構成案はくれるんですが、 ここで皆さんはブリッジはいらないなと思えばですね、あ、ちょっとこれはそれより短くなるなとかですね、もしくはその16小節をちょっと長くしようかとか、まあここで案を考えてくれればいいわけです。これは本当の目安ですので、絶対こうやって作った方がいいというんではないんですけれども、大体いいこんな構成を やればいいんじゃないかというようなことができるわけです。じゃあもう一回やってみましょう。ニューチャットにします。そして資産表を出します。今度はバラードの曲を作りたいなということでちょっと長めの曲を作りたいと思います。そしたら4分こう入れましょう。そしてバラードですから 75bpm。これぐらいでやろうかな。 といい。うイメージだだけ持ってくださいすると4分程度で 75bpm の楽曲の企画を進めます一応ね3拍子の時はそれをちょっと頭でひねってくださいこれ案外計算しようと思ったら大変ですよ。何小節ぐらい作ればいいのかまず全体自身もなかなか分かりにくいですよね。 これで75小節分ぐらいになりますよっていうことを計算してくれたわけですそしたら大体あ1番302番30ぐらいにしようかなとかいうようなことがわかるわけですイントロ4小節バース16小節とかいうふうになってますよねここでプレコーラスの最初の部分と後ろの部分ちゃんと4と4というふうになっているところが これの賢いところです。そしてアウトロ自身は奇数でなっています。このように合計、これ足し算すると75小節になるんですけれども合計タイム240秒ぐらい4分ということですからね6424ですよね240秒。これでですね計算をしてまあ一応年のためにこの構成案は一例に過ぎませんが 様々な楽曲で用いられる典型的なパターンを取り入れています。というふうに、ちゃんと音楽理論に基づいた形でですね、出すようにプログラムしたことがミソです。まあ実際使うときは、皆さんの工夫をここに織り交ぜてやっていただくという、ちょっと今までにない、多分世界初じゃないでしょうか、GPT 図としてはですね、 世界中の人に使ってもらおうとして英語の名前を付けたということなんです。皆さんもこれを使うのにはですね、便利だと思ってもですね、ChatGPT Plus これに加入しないといけません。えやっぱり課金しないといけないのこれは僕に課金するんじゃないんですよ。OpenAI の ChatGPT の有料プランに入らないといけないということなんですが、まあ僕は ここ最近の動画ではですね、今まではちょっと遠慮気味に、まあまあやりたい人だけ課金をしていきましょうというふうに言ってたんですが、僕は素の AI とかを使ったり、そしてこの GPT で便利な歌詞を作成するようなソフトを皆さんに提供させていただいたらですね、やっぱり使った人はもう超便利。僕の、 歌詞作るような GPT 図はもう何千人という人が使ってくれてるんですよ日本だけなのか世界中から使ってくれているのか僕にもまだ細かいことはわからないんですけれどもたくさんの人が使ってくれてます使った人は超便利だというふうに 言っててくれています YouTube のタイトルを考えてくれたりする便利なソフトもかなりたくさんの人が使ってくれたりしていますですからもう GPT 図はインフラになりかけていますのでいつでもやめようと思えばやめれるわけですから僕は体験してみるのもいいんじゃないか最近はちょっとご利用し的に皆さんにおすすめをしているような状況です これからも素の AI なんかも上手に使って、そしてその中からいい作品ができて、自分の YouTube ではなかなか聞いてもらえないという方は、僕の方に連絡をいただくといいと思います。それらのことも概要欄に書いておきます。では皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。まったね